氷の花をイメージした模様で涼しさを演出した夏茶碗岐阜県時市出身の陶芸家、水野正史さんの作品で作り始めて40周年を記念した展示即売会が名古屋で始まりました水野さんは美濃陶芸の発展などで数々の受賞歴のある陶芸家で会場には日常使いできる食いのみや茶会用の茶碗などおよそ130点が並んでいます 丸や三角四角が描かれたこちらの作品は偏らずこだわらずとらわれず生きてほしいという思いが込められていますこの展示即売会は来月10日まで東区のギャラリー1で開かれています